はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員忽沢良治でございます。自宅療養中であります。嘘つき毎日新聞調査最新政党支持率なんですけれども、自民 32% マイナス 2%、 これ前回の調査、衆院選前でしょうね、きっとね。維新 16%プラス8ということで倍増しております。立憲12マイナス1、共産5マイナス1、公明4マイナス2ということで、まあ落ち率としては大きいな。自民が一番落ち率は低いんでしょうかね。民民4プラス2ということで、維新民民が共に倍増、あとは微減って感じでしょうか。自民は母数が32から誤差程度でしょうか。維新がですね、衆院選躍進したんで、なんか勢いがありそうだっつって、支持するってなった方も多いのかな、民民もですね。ネットの反応です。他が論外ってだけ。立憲が受け皿の地位を奪われた。これですね。自民は嫌って人が維新に流れた。反自民の受け皿がどこかって話。維新の立ち回り次第では野党第一党の可能性。維新の議員はおかしいのが多いが、立憲は党自体がおかしい。立憲議員の評判は全部悪名。非盛りかけ野党が、盛りかけ野党に勝利。維新民民が共産立憲に勝利ってことですかね。民民は前は盛りかけやってたんですけどね。立憲と共産いらないんですが、立憲終わったな。参院も負ける。立憲ってバカだから令和に食われていることも分かってないんだろうな。令和っていうのは第二共産党のことでありますね。ようやく戦後レジームから脱却できるのか。立憲共産党はそのまま共倒れしてろ。シーカズを共闘は成功だ。野党第一党の座が危うくなってきた立憲。維新に抜かれそう。ここで目を覚ましてですね、真面目になるかっていうと、なりません。もうならないと思います。治療の現場では、予後不良っつって、黒い札、貼られんじゃねえかな。トリアージっつってね。1998年の民主党結党以来ですね、やってることは国会の妨害、行政妨害とですね、文句垂れることと批判であります。民主党の初期メンバーは鳩山環奈と小沢畑、これ元総理の畑、なんとか名前忘れちゃった、畑、岡田克也、野田義彦、枝野、枝さつき、戦国義子、義人、越石東、前原、赤松などなどがおったんですけど、事務職員は旧社会党からですね、横滑りで入ってきたとされます。実質社会党だったんですよ。まだ若かった、20年前はまだ若かった鳩山とか岡田とか菅直人などを前面に出すことで社会党職を薄める偽装に成功しました。社会党では全然ありませんよ、なんつってそっくりそのまま社会党だったのに、側だけ変えて騙したって感じですか。あれから20年、メディアの全力擁護のもと、反対と批判しかせずにのほほんと議員生活を送り、ついに脳みそが壊死しまして、禁じ手の共産と組むってカードを切っちゃってですね、今に至るという感じであります。なので立憲がですね、維新に抜かれそうだ、これはやばいっつってですね、急に頭が良くなり真面目になることは不可能であります。これしがらみもいっぱいあるしね、長年にわたる中共や韓国政府や北朝鮮との年頃癒着、しがらみもあるし、裏切ったら命の危険ですよ。23年間の間にですね、年も取ったし、全然、顔ぶれも同じようなやつばっかりって飽きられたし、脳みそが不健的に退化してですね、それ以外のことをやれって言われても、もはや不可能であると、私は、診察いたします。参院選ではまだ、ボロ負けすると思います。
立憲が大敗北するためにはですね、代表選で小川淳也なんかが選ばれればなおよし。で、あの全国回ってですね、対立候補におめえ出んなよって恫喝して回る、代表自ら、するとですね、あのますますあの立憲大敗北に拍車がかかるんじゃないか。では維新と民民は信用できるのかっていうと、まあそうでもないんですよ。玉木はですね、森掛桜を先頭切ってやってたやつだし、18連休もあの満喫してるし、あの憲法審査会も一緒になってあの拒否してるし、維新はですね、あの夫婦別姓容認とか同州制推進とか国家間ゼロであります。同州制なんかもうまさしく国家の分裂分断そのものですからね。まあ所詮はあの大阪地域政党っていうんですか、地域住民のためにっていうんだったらいいんでしょうけど、世界を相手に日本国というもののあり方なんていうのは一つも考えてね、維新であります。橋本はですね、まあ大阪王国に君臨したいっていう道具なんだよな、これ、関西州っていうのを作ってそこに君臨したいんだよね、橋本が。そのための道具が維新であります。急に膨張したんで、あの議員の失望問題ですね、資質に欠ける人材多数、しばらくはあの幹部独裁しないと回らなそう、変なやついっぱいいっから締め付けてああしろこうしろ、言うこと聞けいいからって言わないと回んなそうですね。改憲を妨げない維新と民民がですね、立憲共産以上になれば自民党内の実は改憲したくない連中、これ公明も含まれますね、与党の中の公明、あと自民党の中の実は改憲したくないで連中ね。まああの維新と民民があの改憲を妨げないっちっても、ここにもちょっと毒がありまして、なんかね、あの話し合いに加わって変な文言をねじ込もうとするかもしれないっていう、恐れがあるんですね。ですんで、あの維新と民民と公明見張ってないといけない。まあそんなこんなはあってもですね、一回でもいいから改憲したっていう実績が欲しいとこなんですけどね。ありの一穴としてですね国家間ゼロの維新に野党がなってほしくはないが、自民に危機感与える存在になれば、いいと思います。まあそれ以上大きくなるのは危険です。割とマジで共産と公明のメイン支持者層は60代後半以上70代でね、いわゆるあの団塊世代ってやつなんですけど、どちらも微減を続けているのはですね、若者の参加を得られていないからです。新しい人入ってこないから減る一方、公明も共産も本当にあの微々たる現象ですが着実に減り続けてます。これね、あの臨界点突破で突然激減すると予想します。私突然1年で半減とかそういう現象今後起こります。臨界点が突破すると、まああの 30% 戦死で全滅、 50% で壊滅、 100% 戦死で殲滅っていうようなもんでね、最後の藁がラクダの背を折るっていうことわざご存知でしょうか。これあのアメリカのことわざなんですけど、ラクダの背中に藁を、一本ずつ乗していくと、で、どこまでも乗し続けてい、くとですね、とある一本を乗せた瞬間にラクダの背骨が折れるって言うんですね。まあこれ臨界点、を越したっていう、ことなんでしょうけど、生きてるうちに社民みたいになった公明と共産が見たいな。これしぶといから一人が二人はずっと残んじゃねえのかな、ちょっと睨んでおりますけれども。読売報道、戦後最悪の日韓関係を受け毎年一回行うことで合意していた日中韓首脳会談を去年に引き続き今年も見送りだそうであります。再開の目処は立っていない。ネットの反応、こっちは話通じないからね、敵しかいねえ、徳川とは関わりたくないです。
永遠にやらなくていい。そんなもん永遠にやらなくていいよ。韓国とは国交断絶すべき。東アジア共同体国庫とか気持ち悪い。関係が良好だったことなんかない。気違いの相手をする必要はない。中間で勝手にやってろ。別に仲良くするメリットない。まあ、あの話し合わなくて正解だというような意見が多数ですね。読売はですね、日韓関係悪化でって書いてますけど、中国は無視かよってね。あの中国船が毎日のように尖閣に嫌がらせ出動してるのに、なんなんだ読売は、これ書かねえの、中国が倹約だから。あと日本もね、あの軍備進めてるし小野寺逸ノ城さんもですね、テレビ番組って失礼しました。あ、米国が議会を開いてる間に日本は焼け野原になっちゃうよって言ってんのに、中国の脅威はあえて読売は見ないようにしてんのかなーっていう感じになります。1948年大韓民国建国、李承晩、我々は終戦しても半島に居座る悪辣な日本兵と戦って追い出した、かっこ嘘なので我々の政府が統治する。1949年中国建国、中国共産党、我々は全土で日本兵と戦い勝利した、嘘なので我々が統治する。戦ってたのはあの中国国民党ですから、日本兵と戦ってたのはね、全くの嘘でね。それでね、日本と戦ってボロボロになったあの国民兵を、国民党の兵隊を共産党がアドガレってきてやっつけたっていうだけでね、全くの嘘なんですよ。中韓ともに日本は悪の理論の上に建国しちゃってて、両国は存在する限り反日国家であります。敵国です。日中監視の会だって何の冗談だって話なんですね。2つの敵国とのんきに何話すんだ。これもあの古き悪しき自民党の負債なんですかね。毎年1回開きましょうなんてうるせえわってね。そんなやめちまい。何を敵国と話すことがあるんだという感じですね。ここで開催してですね、中間に甘いこと言うと自民党支持率落ちますからね。ネットのおかげでですね、20年前とは明らかに違うんだから。例えばですけど、外線でですね、外国人生活保護反対って言えますか、あの20年前。なんかいろいろ叩かれそうですね。だが実際はどこでもここでも議会でも豊島区の議会でも堂々と言ってますよ。私は20年前とは違うんだからね。おいしい天下り先のテレビ局の経難を心配した総務省有識者会議を開催。どうせあれだっぺって、総務省に都合いいこと言ってくれるような学者ばっか集めてんだっぺ。真ん中で座ってんのは総務大臣、新しくなった人ですね。名前わかんねえ、覚えてねえ。お題、デジタル時代における放送制度のあり方に関する検討会と。これはネットに押されてテレビ、弱くなっちゃって心配してるみたいですね。全127社あるテレビ局のうち20社がすでに赤字。これでは総務省も焦るってわけで、天下り先どうしようっていうわけで、特に経営が苦しい地方局の中継設備を共用したり、一部をネット回線で、代替を検討。総務省が掲げてきた全土にくまなく放送を届けるっていう大前提の見直しも検討しているそうであります。まあ切り捨てですね。あんまし山の中人も住んでねえだろうからって、そんな全土に電波届かなくてもいいんじゃねえの、そのために多大なコストをやってる余裕ねえという話なんですけどね。放送法15条、協会は全国あまねく放送を届ける。もう変わるかもしれないですね。協会っていうのはNHK のことです。日本放送協会は全国あまねく放送を、放送法15条の書かれてまして、これがですね、 NHK がかたくなにスクランブルはできません、15条があるんで、あまねくなんで、言ってる根拠になってますけど、これがなくなればね、スクランブルしろって堂々と、そんなの知らねえよってなるわけでね。ネットの話、面白くないから見られなくなったってだけ。
高い給料減らしたら、下線の民間企業ってのが異常だっただけ。経営苦しいだったらやめればいいじゃん。 NHK のせいでテレビ離れ。受信料を取り続ける限りテレビ視聴は減少する。テレビ局って学生運動で火炎瓶投げてた連中の就職先だったよね。くだらない番組ばっか、努力が足りないよ。 YouTube 見てた方がはるかに面白い。既得権益の誤送船団は廃れる。購入購買に直結するネット広告の方が CM 打った後の反応がダイレクトだし、これはスポンサー企業の都合についてでしょうか。まあ、テレビのね、視聴率とか、出てきますけど、どんな年代が見てるであるとか、全然わかんねえもんね。あと、視聴率そのものが、電通の子会社一社、独占の事業ですから、嘘ついてっかどうかも、全然わかんねえしね。女性用の化粧品の会社が、広告出したんだけど、高齢者しか見てねえ番組だった、とかいうのもありますしね。視聴者より、芸能事務所や広告代理店やスポンサーばっか見てるもんな。まあ、これ CM 多すぎっていうこともありますね。これリベラル韓国のゴリ押しをまずやめろ。もはやテレビとか存在価値ないから、貴重な電波はすべて通信のために使え。これ大賛成。ネットの通信のために使いましょう。テレビから電波を取り上げて、これ大賛成ですね。キー局は NHK プラス5局で6しかないですよね。まあ、地方局のオリジナルの映像とかもありますけど、ちょぼちょぼね。これらが6局で24時間放送してもですね、1日に144時間分の映像しかですね、地球に追加できませんよね。まあ、そういう計算になりますよね。これが無限に近い爪にかなうわけないんだよな。全然。144時間、VS 無限に近い映像が毎日毎日追加されるんだからかなうわけないんだよな。あと3年程度でですね、自動翻訳技術が違和感ない翻訳を実現してですね、爪をワールドワイドに楽しめると予測されてるんですよ。違和感ない字幕が流れるようになる。そうするとアメリカ人が挙げた爪も日本人もガッハッハと楽しめるようになると。今は可愛い犬とかそういうの言葉がいらないのしかまあまあ楽しめませんけど、あとはアメリカのニュース番組とかですか、字幕なしで勝手に字幕出してくれるようになると。そうなったらですね、ますます爪が面白くなってですね、ゴミのようなテレビ番組はお呼びでないですね。私はドメスティック、日本国内のニュースだけ言ってますから、どうなんだろうな、影響あんまり受けないとは思いますけれども、日本のことが知りたい外国人は見てくれるかもしれないな、私の番組な。これお笑いとかですね、演芸とかなんか面白い企画なんとかやってみたみたいなのは苦しくなっかもしれないですね。なんせ世界を相手にしなくちゃいけなくなっからね。評論家、ゴミみたいな漫画の存在が問題だ。これとあるテレビ番組でね、昔々大昔の話、藤子不二雄さん、そういう漫画が存在を許されてるおかげで名作も生まれるのだと反論しておりました。まあどういうことかっていうと、傑作の誕生にはですね、万の打作が必要だっていう理論ですね。もうとにかくもう数ドバドバドバッと存在してですね、そんなの一つが傑作なんだいう話、エースを狙いでも言ってましたね。高い山ほど裾野は広いって、ま、母数が多いほどいいってことなんですけど、これは、これの場面ではテニスをやる子供が増えた方が日本代表の
レベルが上がるっていうようなことを言ってたんですけど、まあ中南米がですね、サッカー強いのは子供が全員やってからですよね。部に入ったあの限られた子しか真剣にあのサッカーしない日本とはこっから違いますね。あの子供の数、母数。まあ日本はあの野球とか水泳とかサッカーとか他にもいろいろありますから。中南米ではあのほぼほぼサッカー大人気でサッカーしかねえもんね。結論なんですけど、あのつべその他の動画サイトがある今、テレビはもうなくなってもいいです。特に NHK。にしてもね、あの総務省も浅ましいっていうか恥知らずっていうか全開っていうかもうバレてもいいや、愚民どもには分かんねえって思ってんだが、お題をですね、天下り保全戦略会議にすればいいのになって思います。昨日よりは咳出なくなりました。3日前の内視鏡検査の後遺症で咳がゲホゲホ出ております。日本最大の害悪の一つは高級官僚の天下り。総務省がこのようにテレビ業界を必死で必死で守る理由、まあ天下りでしょうね。そのための法律作ったりしますでしょ。放送法なんか NHK を守るためだけのあれだもんね、法律だもんね。有害なんですよ、日本にとって。その官僚の天下りっていうのが非常に有害なんですよ。財務省のあの官僚は天下り先増やすために新しい税必死で考えてもんな。復興税とかなんとか税とかさ。同期がトップになったら一斉に退職するっていうあのバカみたいな慣習なんだって、高級官僚には。で同期で入った誰かが事務次官になったらもう辞めますっつって辞めるっていうね、そういうバカみたいな慣習辞めさせて定年まできっちり働かしてですね、幹部官僚にはですね天下らなくてもいいぐらいの、高給と退職金を払います。その代わりですね、最高裁判事同様のですね弾劾投票を受けてもらう、国民に審査してもらう、そのぐらいの力はあんだから幹部官僚にはですね、っていうのはいかがでしょうか。天下りを根絶するための私の案です。異論は認めます。ちょっとあの咳ひどくてすいませんでした、聞き苦しくてね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。